はい。カーブ終わって、最終コーナーに入る前ですかね。で、そのカーブにでもらってストレート。それでですね。そう、先ほどのリーダー上に振りまとってます、ね。はい。よろしいですか。いきますよ。はい、ポーズ。こちらお願いします。はい、前のカメラにねご注目ください。小村選手、島野鈴鹿チームについてお疲れ様でした。ありがとうございました。まあ3位という結果でしたけども、まあチームの中での走りはどんな感じだったんでしょうか。そうですね。木村さん、入部さんが下りの部分を結構引いてくださって。で自分たちが上りとかを引いてペースを作っていこうという形だったんですけど、結果的にレベさんと木村さんに負担が大きくかかっちゃって、でタイムが伸びなかった部分もあったんで、自分の力不足もあったと思います。はい。まあ、TT はチームの中でも頼りにされている部分があると思うんですけども、はい。まあ、そういう部分でどうだったでしょうか。そうですね、まあ、うまく、まあ、今回走れたかなと思ってるんですけど、このレースに迎えるまでずっと調子が悪くて、まあ、今回、まあ、ちょっと不安もあったんですけど、まあ、うまく走れたんで、まあ、調子も上がってきてるんで、まあ、後半に向けて頑張れるかなっていう感じですね。明日はどんなレースを考えてますか。そうですね、島野鈴鹿はそうですね、ホストチームとして迎えるレースなんで、まあ、優勝できるように、まあ、チーム一丸で頑張りたいと思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ゆる選手、チームについてお疲れ様でした。ありがとうございます。まあ、今日チームとしてうまくいっても見かなかった部分もあると思うんですが、どうでしょう、走りとしては。まあ、正直に言うと満足したかって言われたら全然満足できなかったですね。そのチームとして課題の方が多く見つかって、まあ、優勝しか考えてなかったので、まあ、自分たちの力出し切れたかというと、やっぱ詰める部分もっと詰めていける部分ありましたので、まあ正直納得しないというか、そういう感じですね。はい。まあ、なかなか練習時間がない中で、まあ、去年よりタイムも30秒近く上がってますけど、はい、なんか評価できる部分はありますか。まあ、タイムに関しては毎年条件って違うと思いますし、風とか気温とか、なので一概に比較できないと思うので、やはり順位、まあ、3位変わらずってことなん で今年チーム力ついてきたのもありますし、まあ、全体として確かにチーム TT が練習できてないって言ったら、できてない部分もあるかもしれないですけど、別にそれ他チームも一緒ですし、そういう問題ではなかったと思っているので、自分たちは自分たちの力でやはりまだまだ弱い部分があって、一人一人が全日本で、いい走りできてきてっていう意味で、それを継続していきたいのところなんですけど、まあ、そう継続できてるかって言われたらそうじゃないかなと思うので、まあ、一人一人みんな反省してそこ話し合って、まあ、はっきり言って自分たちまだまだ弱いんで、そこを力つけていかないとダメですね。はい。明日も結果が欲しいレースになると思いますけども、はい、どんなレースになるか。そうですね、毎年、まあ、優勝しか狙ってないので、まあ、それしかないですね。しっかり気を引き締めて優勝だけを狙って、死に物狂いで走りたいと思います。はい。まあ、一応今日銅メダルで、はい、銅メダルで、はい、銅メダルです。まあ、悔しいですね。普通に全然悔しいだけです。お疲れさん、ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、野田と下野鈴鹿一日のお疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、今日チーム TT で、まあ、選手たちも、まあ、本気で、狙った走りで、まあ、3位という結果でしたけど、どういうふうに見えましたか。はい、まあ、昨年もいい走りをして今年も同じようにいい走りをしてくれたと思います。まあ、これだけのね、競合が集まってるレースで、まあ、3位に入るのも簡単なことではないので、まずは表彰台に乗ってくれたことは素晴らしいかなと思います。ただレース後選手の話を聞きますと、まあ、修正点が多々あったと、いうことですね。まだまだ上位を狙えたのかなと思ってます。ただ今日1位2位のチームのタイムはもう素晴らしかったので、まあ、まずはそのチームと並ぶタイム、まあ、あと15秒20秒先ですね、を目指してやっていきたいなと。選手はまあ、テクニック面での修正点を今日ゴール後に、話し合っていましたけど、まあ、おそらく他のね、島のレシメを上回った、マトリックスパワータグチームも宇都宮ブリッツェも、彼らの方がテクニックで上回ってたというよりはもうパワーで上回ってたのも明らかなので、まあ、自分たちはまずそのテクニックを修正するのも必要ですけど、まだまだその底力というかパワーを上げてですね、来年に向けていきたいなと思ってます。はい、明日はまあロードレースがありますけども、まあ、狙っている選手もいると思うんですが、どうでしょうか。もちろんホストチームとして、ここで勝つことはものすごく大切ですし、まあ、その気持ちはちゃんとね、チームの中に出来上がってますので、まずは勝つための走りというのをしていきたいなと。まあ、ゴール勝負になって、実際勝てるかどうかというのはまあ難しい、まあ、これだけの強豪がいる中で、勝つのは難しいですけど、まあ決して、ね、不可能でも全くなくてですね、勝てる見込みは十分あると思いますので、まあ、それだけを目指して走りたいなと思っています。はい、ありがとうございます。